と先日あのいつだろうかな、えー、っともう本当にもう何十年も続いてる老舗のラーメン屋さん、まあ、中華料理屋さんですけどね、えー、行って食べてみました。でうーんともう昭和の時代から変わらぬ味っていうふうに、えー、っとネットにも書いてありましたし、えー、っとお店の中にも変わらぬ味って書いてありましたね。で まあ実際商品どうだかって言うとまあやっぱり今の時代に食べるとやっぱりスープはちょっと弱いですし、まあそうですね少しこう時代遅れになってしまっているっていう風うに考えられちゃうかなっていう感じでしたね。あのやっぱりねその相変わらず美味しいねっていう風に言ってもらえるっていう風に、えー、お客様に言ってもらうためにはやっぱり。 少しずつでも進化をさせていってまあそれこそねお客様に気が付かれないぐらいに進化変化をさせていって、えー、ちょっとうまみを強めていったりとか油、えー、分を少し増やしていったりとかっていうことをすることによって初めて。 相変わらずおいしいねっていう風にお客様に言ってもらえるっていうことをまあ改めて実感しましたさぜひ参考にしてもらえればと思いますそれでは今日も一日張り切っていきましょうありがとうございます